どうもラウンズでございます。今日はね、ちょっとね J ショップに来たんですが、J ショップでちなみにですね、向かいにこのね、狭間のなんかな、あのホームマイトとか、ジャスコになるのかな、イオンのがあるとこでございます。はい、久々にね、1ヶ月に1回かな、2ヶ月に1回か、まあ、たまにね、リサイクルショップ好きとしては来てたんですけどね。はい、あれ今日休みかなと思ったね。そうそう、ちょっと髪型ちょっと休みかなと思ってたんだけど、うん、はい、こんなとこね、多分ね来たことある人いるかな、うん、高田のね、こうぐるーっと回るとこんな感じなんだけど、うん、多分ね来たことある人いると思うんだけど、なんかね中がね、なんかえらいすガラガラだなと思ってね、こう来たんだよね。だからびっくり、知らなかったんだけど、27年10月20日7時30分をもちまして閉店させていただくことになりましたと、といったわけです。もうね、もう中で結構ガラガラな感じ、もう物がねほとんどないってことでですね、うん、えって感じ。あれ俺最後いつ来たかな、はい、ね、俺最後いつ来たっけな、まだ1ヶ月は経ってないと思うんだけど、ね、9月中に多分ねここ1回来てるんですけど、その時なんか書いてたっけ、何も書いてなかったと思うんですけどね、うん、知ってましたか、閉店時間がなんかちょっとずつ変わってたのは知ってた。なんか8時から4時半になってとか変わってたの知ってたんだけど、まさかまさかつい先日だよね、閉店したのだと思います。ちょっと家からね遠いんでそんなには来てないんですけど、まあちょっと向こうの角とかホームアイドとか、あの辺にちょっと来た時に、ちょっと軽く寄ってみようかなみたいな感じでたまに寄ってたって感じなんですけど、皆さん知ってましたかこれ、びっくりなんだけど、はい、まあこれ見た感じではなんか鷹匠店と、合体したみたいな感じなのかなとなります。もう見てほら、なんかねほらもうなんかなんもない感じ、もう向こうの窓見えちゃってるんだけど、なんもない感じですね。いやーびっくりですね、もうなんもないんだよ。あ、ここから見えやすいか、はい、もうねなんもない、あらららららって。まあちょっとね自分もこっちの方が用事がちょっとあったんで、まあ来たわけなんですけど、うん、そうこっちの方たまにねちょっとおばさんの、用事でねちょっと、来なきゃいけないので、その時にね寄ってたって感じでございました。いやーあれーって感じだね。はい、皆さん知ってたのかな、まあリサイクルショップ行く人じゃないと分かんないけどね、ということでございました。以上ラウンズでございました。じゃあねー、いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。